オウム心理教オウム心理教事件サリンプラント建設事件上から見た第7サティアン内部サリンプラント建設事件はオウム心理教がサリン大量生産のために山梨県上杭式村の宗教施設第7サティアン内にサリンの製造プラントを建設した事件。教団内での計画名は滝沢和義のホーリーネームに由来するウパバーナプロジェクト。 発覚当初は、このサリンプラントで一連の事件に使用されたサリンが製造された可能性も推測されたが、後にサリン製造までは至っていなかったことが判明した。事件で使用されたサリンは、クシティガルバムネや、ジーバカムネ、反応釜などで製造されたものである。1993年4月、土屋正美は、村井秀夫から、 毒の話、薬物乱用の本の2冊を見せられ、無力化ガスや PCP などこういうものは作れるかと聞かれ調査を始めた。6月には村井から大量生産に向いている化学兵器を尋ねられ、土屋はサリンが安いと回答し、生産が決まった。村井は土屋に銃撃や砲撃を受けたグロテスクな死体の写真を見せて、化学兵器はダーティーな兵器、戦車や、 戦闘機はクリーンな兵器というイメージは戦車や戦闘機を恨んための軍需産業とフリーイメイソンの情報操作だと語りさらにチベット侵攻で通常兵器しか持たないチベット軍が壊滅したことを調べさせたりしてこのサリンは最終戦争が起きた時に自衛のために使うオウムから仕掛けることはないなどと言って土屋を納得させた サリン合成のメドが立つと、朝原はいよいよ大量生産の計画を実行に移し、同年8月か9月頃朝原は滝沢和義に70トンのサリンプラントを作ってくれ。いきなり大きいので行こうとして、山梨県西厚代郡上國石村の宗教施設、第7サティアンにサリン生成を目的とした設備の建設を指示した。土屋や村井秀夫。 中川智政らが技術的支援、新見智光、長谷川茂幸らがダミー会社、長谷川ケミカルなどを設立し、薬品手配を担当した。また第7サティアンを管理していた、上友文博も参加していた。計画では、全員後工程でサリンを製造する予定であった。内部には、シャワー室や運動器具、 様々な自動制御装置も設置され、サリンプラントとしては、史上最大級とも言えるものであった。中川智政が持ってきた本に載っていた、イラクのサリンプラントと似ていたことで、滝沢は、設計に自信を持った。建設費は30億円とも言われる。サリンプラントの設計図は、カザフスタンの化学兵器工場の図面を流用したと、される。 サリンプラントのワークに従事する信者に対しては、事前に薬物を使ったスパイチェックも行われていた。また、全員がサリン製造という目的を知っていたわけではなかった。村井秀夫が科学の常識と反することを繰り返したこともあり、建設は難航した。朝原は滝沢に4月25日までに完成させろ。グルの絶対命令だ。必ず完成しろ。 そうしないとお前は、無限地獄行きだと脅したり、ムライラに、このままでは、真理の根が途絶えてしまう。サリンを東京に70トンぶちまくしかないなどと、説法し、完成を急がせた。滝沢は、不眠不休で建設をさせられていたため、疲れからか、居眠りをしてしまう。 すると線を締め忘れていたことにより、アリンサントリメチルなどが第七サティアン中に吹き出し、1994年7月9日の午前1時頃、周辺住民を巻き込んだ異臭騒ぎを起こした。周辺住民によると、カーバイドの匂いがしたという。同月15日にも異臭騒ぎを起こした。だが、朝原は滝沢に、私は芝大宮の医師、 真理に背くことは嫌だ。このまま続けないとお前は、後で絶対後悔するぞと言って続けさせた。さらに1994年11月にも、異臭騒ぎを起こした。1994年11月には、警察の強制捜査情報が流れ建設を中断、装置に、おでい沈殿、二次発酵原料、うんこなどと書き込んで肥料工場に見せかけようとした。また、 村井秀夫の案で、強制捜査の際に警察を撃退するため糞尿を撒く計画もあった。このように、トラブル続きであったものの、ハステロイを調達するなどして、第4皇帝までの動作に成功し、メチルホスホニルジーフルオリドを製造したとされる。一方、中川智正やアンソニーとは至っていないと見ている。一方、警察は密かにサ、サイトりを装って、 異臭騒ぎの起きた、教団施設周辺の土壌を採取。1994年11月には、科学警察研究所が、サリン製造の証拠となる、メチルホスホン酸及びメチルホスホン酸イソプロピルを検出していた。1995年1月1日、読売新聞がこれをスクープした。サリン製造の発覚を恐れた教団は、 第七サティアンを発泡スチロール製の黄金の芝大神和像で神殿に偽装することとなり、ついに完成しなかった。村井秀夫は芝神の目からレーザー光線なんか出たりしてねとふざけていた。警察も読売がスクープしたことに対し困り、知らないで通すこととした。同月、神殿に偽装後の第七サティアンに宗教学者島田博美を招き、 宗教施設として見学させた。教団古参幹部で聖大師の石井久子ですら、第七サティアンの内部を知らず、こんな綺麗な神殿があるのかと思っていたら実は、サリンプラントと聞かされ驚いたという。芝神像製造を担当した元信者は、像の出来に自信がなかったようで、あれで騙されちゃまずいと語っている。1995年3月22日、 警視庁の強制捜査で全貌が判明すると農薬 DDVP を製造するための工場建設に失敗したので神殿にしただけと主張した。第7サティアンは東京地方検察庁に押収されその後上三國式村に無症状とした。日本国政府は科学兵器禁止機関に第7サティアンを科学兵器禁止条約で日本で唯一の 化学兵器生産工場として申告した。それに対し、1997年7月及び1998年9月の2回に、渡り、OPCW の査察を受け、1998年11月、前半に解体が始まり、1998年12月、後半に解体終了。解体の最終段階には、 OPCW の査察団が立ち会い、化学兵器施設の廃棄を確認した。これらの事件によって、浅原昌光を含めオウム心理教、幹部19人が殺人予備罪で起訴された。ありがとうございます。